真島光一真島光一は、脚本家、漫画原作者、ゲームシナリオライター。青木武雄と共作のペンネームとして、真島総樹を使う。社団法人日本シナリオ作家協会会員。新潟県新潟市出身。2002年、アニメ、パタパタ飛行船の冒険でデビュー。総合学園ヒューマンアカデミーのシナリオ総合講座講師。アンドリーム所属。 新潟南高校を卒業後、専修大学の法学部に入学。在学中に1年間のイギリス留学を経験。翌年には世界放浪の旅に出る。卒業後、IT 関連の企業に就職する。会社で社内法の作成などを手掛けるうちに、文章で生計を立てることを志すようになり、9ヶ月ほどで退職する。当初は、 小説家志望であったが、劇団、テアトルエコーを卒業した友人たちの舞台を手伝う、うちに、その脚本を担当するようになる。脚本家として、劇団、大人計画のオーディションを受け、合格した経験もある。日本シナリオ作家協会のシナリオ講座に入学し、脚本家、井上健吾と出会い、指示を受ける。井の健吾とは、死が亡くなるまで、ずっと死と仰ぎ続け、 また、今も変わらず、仰ぎ続けている。オリジナル作品、黒の本流で、第11回、大友昭治賞ノミネート賞を受賞し、2002年、アニメ、パタパタ飛行船の冒険でデビューする。デビューのきっかけとして、JCM クリエイターズエージェンシー、代表取締役社長の赤峰和彦に目を、かけられたことだった。同年には、アニメ、 爆頭宣言大ガンダーで、さらに飛躍。2005年には、特撮、幻星神、ジャスティライザーにおいて、河北光一特撮技術監督に声をかけられ、脚本執筆に参加。河北との出会いは、2001年にまで遡り、当時東方映像美術において、プロデューサー業務をしていた河北とともに、私は死にかけた。奇跡の生還の1コーナーの、 ゴジラのスーツワクター編を手掛けたのがきっかけだった。また同年には、東方映像美術が警視庁より受注した、制圧逮捕教養ビデオの脚本を担当し、優秀賞を受賞している。ただし、一般では主張されない作品である。2009年、町田孝子を中心とした、脚本家チームで、多くの話を執筆した。この町田との出会いをきっかけに、 エッジワークスの代表取締社長であり、脚本家の山野部はじめきと知り合い、ゲームシナリオの執筆への足がかりとなる。ゲームシナリオ作家としてのデビューは、侍七である。エッジワークスと共に、日暮らしのなく頃に、祭り、家庭教師ヒットマンリボーン、ドリームハイパーバトル、死ぬ気の炎と黒き記憶、タユタマ、キスオンマイディエティーマイナス、バンパイアキス DS など、 現在も多くの作品に携わっている。株式会社エッジワークス名義含む、AB 共同組合日本シナリオ作家協会会員、プロフィールハット ABC マ島光一 JCM、株式会社ジャパンクリエイティブマネージメントグルッド、流山9四主。第二巻発売流山市平成二十五年一月三十一日、マ島光一ゲームアニメーションカレッジ夜間週末短期講座。 全日制専門校の総合学園ヒューマンアカデミーハット ABCDEF ボーダーブレイクファントムゲーザー著者紹介インタビューよりスタッフキャストパタパタ飛行船の冒険公式サイト2016年5月7日閲覧ありがとうございます